キャスです。あ、向こうで、あ、ひろとくんも来てる。うわ、止まんないぞ、これ。うわぁ。暴れよ、暴れよ。ひろの一人で頑張ってくれ。うまい、うまい、うまい、うまい。まだまだ。ああ。いや、こっちまで来て。あいつも結構でかいね。待て待て、負けねえな、やれやれ。見えてしまった。どうしたらいいかね。僕らも応援してますから、応援だ。頑張れ頑張れ頑張れ。2年ぶりだから。ヒロト君も全然寄ってこねまだです。もう少々お待ちください。腕の感覚が鈍ってきたぞ。これは帰り運転できるかな。うわ、でかっ。
でかい。ヒーローちょっと写真撮れないから。トップガイずるでしょ。カメラ持ってこっち来て。うわ、でかっ。さっきよりでかい。これ、それで欲しいか。全何匹だ。まだ？まだ。ほら、カメラ。でけえよ。あ、来た来た来た。わあ、でけえこれも。皆さん来ました。ダメ、どうでもよくない。来たよー。スレッドさん来たよー。でかい。でけえ。これすげえ。もう超えた超えた。やったー。よし、これ俺一緒に映りたい。これこうやって。これは超えたでしょ、10キロ。ねえ。でけえ。12だ、うん、おぉ、うん、12キロ返すよ、返す、持って帰れないから。ありがとう、スレッドさん。もう帰るか。もう俺いいや、今日無理。だって腕痛いもん。水飲む、水飲む。やばいっすね、俺よくやります。やばくない。僕も10匹つってやばいんですけど、どこって。何言ってんだよ、10匹20匹行け。若者、俺は明日のことがあるから。堀さんどうですか。腕が痛い。腕が痛い。ちょっと想定外のサイズで、準備してなかったです。だからまあ総合的な重量でいうと十分、十分です。
釣った魚の数は少ないけどももう大満足です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。